さあ、世界が注目するチクリン対ゲン、ウィナーズセミファイナルです。いやいやいや、劇場版鉄拳戦が始まった。あったー、レッツゴー決まった。ESF カップファイナル優勝。さあ、ドーナツ ESG、 ゲンはリロイ・スミス、そして THY チクリンは1P 側、チクリンはギース・ハワードですね。 100% ってなんやねん。そしてチリチリ選手、コンパクチリチリ選手とつかさ選手、戦い、決まりました。カレー選手、ユウ選手も決まりましたのでお願いします。はい、お願いいたします。はい、あ、世界が注目するチクリン対ゲン、ウィナーズセミファイナルです。いやー、当て身を見送ってしまう。いやしっかりと見ていました。つかし確定のコンボ、そして大きい攻めですね。ですね、横糸はダメ。はい、チクリンがレイジ状態、ここは前に出たところだけにショートアッパーを置きました。そうですね、おっしゃる通りです。連打してるわけではなかったですね。もう前に出た瞬間にだけショートアッパー打ってましたからね。反発した。うますぎる。うますぎるか。ちょっと右横してましたよね。はい、ちょっとチクリンがこう面食らったようなことが2度ほど続いております。エプケン、前回でも、はい、この組み合わせ、この同じキャラの組み合わせで若干ゲン側がきついような展開だったような気がするんですけど、しかし ね、 進化を続けてますからね。うん、そうですね、竹林側が逆にまだゲージも一つ、ラウンドも負けている、体力も厳しいという、ね、かなり苦しい展開ですよね。あ、ここも早めのワンツーで前に出させてくれない。この2ラウンドだけ見るともう仕上がり丸です。いや、しし飛びから上から飛んできた。帯を通してゲージを一つ解放、さらに壁逆に、はこれがギースハワードだ。ちょっと待って、ちょっと待って、8割ない、8割ない、世界よ、これがチクリンのギースハワード。開幕7割なくなった。開幕ジャンプが通っちゃったら8割消えるっていう。さすがのイップマンもびっくりでしょうね、今のは。イップマンびっくりです。そんなの教えてないぞと。さあ、チクリン持ってきたか。しかし開始と流撃です。ゲンがレイジ状態、レイジドライブ、エプケン、ここで嫌っていく。ゲージは一つ、グーイこれは決まるでしょう。マジかよ今の。最強か。凄まじいクオリティ出したね今のリロイ。わかったね今。映画みたいでしたけどね。ちょっと笑って涙出てきちゃった俺は。すごっ。さすがに、しかしここでチクリンが選んでくるのはインフィニットアズール2、無限ステージを選んできました。互いに鉄拳士滅、765段、鉄拳士7、シーズン4最高難易です。打ち切っている。まあ、チクリンとしてはこの凄まじい強さを持ったリロイ・スミスに対してどうやってゲージを貯めるかがこれ勝負の肝になってきますかね。やはりそうですね、ちょっといなされてると触りにいけないですからね。そうですね、これですね、食らってばっかりだと、はい、そうですね、ゲージも厳しいので。ガードしている。ここでようやく1本溜まるかというところ、ここでまた草鍋切り。しかし中段のこのホーミング、変身脚の強さが光りますね。先ほどからかなりその変身脚有効に使っています。強い技っすよねあれはね、本当に強いですね。おお、しゃがんでる。うわい、2発目ゲージは温存したまま、体力大きなリードになっています。 2P 側に回りました。 THY チクリンを使うギース・ハワード、巷ではナーディトメアギースとも呼ばれているこの日本最強のギース。あー、うわー、どこ行くの。これはちょっとゲンとしてはちょっと遊びすぎた技打ちだったか。そうですね、対面をね向きながらちょっと攻撃しちゃってましたからね。しちゃってましたね。そこあれで逃げる、その向いちゃったからにはしょうがないのに、はい、その技を出し切って逃げる算段だったと思うんですけど、ちょっと時間が長すぎましたね。ちょっと時間が、はい、かかりすぎちゃったので、そこをチクリンが見逃すはずもなく
もうほぼほぼデスみたいな珍しい入れられちゃいましたね。珍しい攻防でしたよね今のね。そうです、シチュエーションとしてはかなり珍しかったんですけど、竹林としてはまあ知ってるよみたいな技の、うん、ジャンプ蹴りから、ね、はい、飛び込み打と喝殺蹴りからのあのコンボ、これですね。これも上から来る飛びを通してきます。うわ減る壁コンボとか関係ないんですね。もうねゲージさえあればもう凄まじい火力を運ります。竹林なんなら壁に邪魔されることもないから無限の方がいいみたいなのもありましたよね。そうなんです。ゆえに竹林はこの技術を使っていても、無限ステージを選ぶことが多いですね、うん、壁を考えなくていいっていうのはね、竹林の中でこの不残材料が一つ減るっていうところですよね。うん、ゲタンガードしてみます。確定反撃を返すのはデュードーナツ鉄人ゲン、とりあえず最大をぶち込めばいいってことですね、はい、あーっとここでうまい、あー置く飛車旋風脚が刺さってリーチをかけます。ゲンがこれで勝てばウィナーズファイナルに進出となるか。竹林止められるか。あーっとカウンターか。やはり強い、体力半分、しかしゲージがあるので分かりませんね。まだこのゲージを使えば、あるいはこの右パンフワを見せてます。おお、上階連撃、上階連撃出した。そうですね、杖を使ってきました。ここで使ってくる剣としてはこのラウンド確実に取るという意思表示の杖だったんですが、試合読み合いがまだ続いている。竹林がゲージレイジ一歩手前、ゲージは二つになろうというところ。いやー使わせてくれない。勝ったのは剣。That type of pride ain't good for your health. Come on.